こんにちは、袋歯科医の袋です。本日のご質問です。インプラントの隣が歯周病ということです。インプラント治療中です。手術も無事終わり、今週末には新しい歯が入るのですが、問題はその歯の隣の歯が歯周病で、手術の時に麻酔が効いていますので、同時に歯茎に穴を開けて膿を出してもらいました。その後、3ヶ月以上経っていますが、ほとんどの日で歯茎が腫れて痛く、膿が時々出てきます。抗生剤を4日ほど続けて飲みましたが良くならず、先生は膿の道ができているからそのまま出していい。レントゲンを取ってもインプラントの歯の方に影響はないからと肩を取られました。でも、右下外側歯茎が腫れてきました。が、このお盆前から内側が腫れ、場所が変わってきています。毎日鎮痛剤を飲まないと食事もできず、今は顎もリンパ節も痛いです。こんな状態でかぶせの歯をしても大丈夫でしょうか？あとでセラミックを外さないとならない状態だけは避けたいのですが、歯科クリニックは本日までお盆休み中ですということで、ご質問いただきました。通常歯周病が安定しない時期にインプラントは、我々は行わないようにはしています。まして排脳している原因がわからない場合には少なくとも初期治療を終了させて、場合によってはアクセスフラップといって、中の、簡単な歯周外科ですね、中の、状態を探って、それによってはインプラントのオペ自体をごめんなさいということもあるかと思います。インプラントを早めに入れることで周囲の骨への負担が減って、こういったところへの力の分散 がかからなくなって、排脳が止まるということもあるとは思うんですけれども、現状でどういうことが原因で、この膿が出ているのか分かりませんから、セカンドオピニオン的に他の歯医者さんに行かれて、お話を聞いてみるというのも、手の一種かなというふうに私は思います。以上です。